年子供が生まれたら、入院してる産婦人科に、義兄嫁が見舞いに来た。普段親しくしてなかったから、意外だった。でも、授乳時間以外は寝たいのに、面会時間いっぱい居座られた。赤ん坊は同室で、義兄嫁が授乳時間以外、ずっと抱いて話さなかった。旦那が、夜、面会時間ギリギリに来て、居座っている義兄嫁に驚いたぐらい。次の日も、面会時間開始と同時に来た。また夜まで粘られて、食事が豪華で有名な、産婦人科の食事を食べてるのを、じっと見られるのにも参った。デザートが、食事の後に配られるのだけど、それも、じっと見てるんだもの。さすがに、夜に来てびっくりしてる旦那に言って、もう来ないでくれと、義兄に電話してもらった。さすがに3日目は来なかったけど、退院する日に現れたのはびっくり。うっかり退院する日を教えたのは私だけど、まさか現れるとは。その場には、里帰りするために、ジップとジツボがいたので、挨拶だけして帰ろうとしたら、義兄嫁が、さっさと後部座席に座ってしまった。車は普通のセダンだから、後部座席に寝かせるチャイルドシートを入れたら、一人しか座れないのに。義兄嫁が先に座ってしまって、私たちはポカーン。実母が抱いてる赤ん坊に向かって手を出して、早く〇〇ちゃんをください。〇〇なんて、聞いたこともない名前でした。ジップが義兄嫁に、どういうつもりですか?と聞いたら、え?〇〇ちゃんを、自分の家に連れて帰るだけですけど、私さんが意地悪で、3日ぶりに会ったので、早く抱きたいんです。早く車を出してください。これは、頭がおかしいと判断して、実母と赤ん坊を連れて、産婦人科前にいたタクシーを拾って、実家に帰宅。義兄嫁は、なんか叫んでましたが、ジップが抑え込んでいました。ここまで来ると、義兄嫁は糖質なのか、とか思うでしょうけど、病院で検査すると、全くの正気。自分は長男の嫁だから、次男嫁が子供産んだら、自分が育てて当たり前だそうで。ちなみに、義兄嫁、不妊じゃありません。女の子が4人います。義実家に、後取りが必要というわけでもありません。なのに、一族に男の子が生まれたら、自分が引き取るつもりだったとか。子供が4人もいるので、結構揉めましたが、先月、やっと義兄夫婦が離婚して、義兄嫁が、親権はいらないというので、女の子4人を義兄が引き取りました。